おはようございます。今日はお盆です。で、まあいろいろちょっとね、話が長くなると思うんですが、聞いてください。まずね、お盆3連休の予定で群馬帰る予定でしたが、なんとね、お盆の週、土日月、11、12、13休みを取る予定でいたんですよ。だけど水曜日ぐらいからちょっとね、調子が悪くなってしまって、水、木、金か、あ、か、うん、3日間はね、もう完全に寝込んでましたね。で、土曜日なんとか行ったんですけど、まあね、かろうじて仕事して、なんとか今日連休に入ったって感じなんですよ。で、何なのかよくわかんないんだけど、火曜日のね、夜刺身買ってきて、で、それがね、ちょっと余って月曜日の朝食べたんだよね。それが良くなかったのか、もう水曜日の夜にはちょっと寒気がするほどね、あと筋肉痛みたいな、なんか服が筋肉に触ってもちょっとなんか痛い、ざわざわする、ざわつくみたいな症状が出ちゃって、で、水曜の夜帰ってきて、まあ何もほとんど食べてなかったから、食べるのも気持ち悪くて、まあ、そのまま寝込んだらね、水曜日も本当に目覚めないんですね。なんか1時間ぐらいちょっと記憶があるんだけど、ほとんど24時間寝てたような感じで、で、木曜日仕事に行かなきゃいけなかったんだけど、これ無理ですって、職場の仲間に、連絡して、で、なんとか休みをもらいました。で、木曜日も本当に死んだように寝ててね。で、その時に妻が持ってきてくれた体温計、私体温計って全然用意してないんだけど、久々に体温測ったら40度になってて、なんかびっくりして、これはなんかいかんって思ってね。で、木曜日寝て、で、金曜日ね、あの時は休みじゃないか、金曜日仕事に行かなきゃいけなかったんだ。だけどね、まあ土曜日連休とそのちょっと変わってもらって、で、金曜日も休みもらって寝てました。で、土曜日から本当土日月と群馬に帰る予定だったんですが、まあ金曜日と変わったので、土曜日出勤して、で、まあありがたいことにね、職場のメンバーに助けても、メンバーっていうか、まあスタッフに助けてもらいながらね、はあ、本当に大変だった。なんか胃腸炎っていうんじゃないんだけどね、とにかく熱が出て、で、食欲がないっていうよりは、もう食べたら気持ち悪くなるから受け付けない感じで、でもトイレとお友達な感じに最後はなって、で、出し切ったらって言ってるのかな、なんか元気になってね、毒が出たような感じなんで、もしかしたら刺身に当たったかなって感じです。で、こんな青空、本当は群馬に行きたかった。ここはね、震災の時に全部崩れたところが公園になってます。まあ、こんな斜面に盛り土して家建てたから崩れるんだろうけどね。ここにもしかして書いてあるのかな。おお、初めて見た震災の歴史。そうそう、こんな風になったんだそうですよ。まあそれでね、病気になったっていう話ですよ。で、体重の話を、私の体重ね、ヘルニアになって、今年のね、2023年の3月にヘルニアになって、本当に動けなくなって、
まあベスト体重っていうんじゃないのかもしれないけど、いつも56とか7ぐらいをうろちょろしてたのに58とかまで行ったかな、9ぐらい行ったかな。もう本当に動けなくなったから太ってで、まあ、自分でも重いななんて思ってたからね、で減らさなきゃななんて思ってたんだけど、今回のそのなんて言うんだろうな、これ胃腸炎とでも言うのかな、53まで減ってね、で53はちょっと減りすぎだろうって思ってね、まあある意味人生の中でもその高校生を過ぎてからは見たことない数字だね。なんか中学生とか小学生かみてえのあの体重なんでね。で、鉄棒があれば鉄棒やりたいなってきたんだけど、ない。で、53じゃちょっとね、体力減りすぎだろうって思って、こっからちょっと筋トレして、やっぱりね、56に戻したいなと思います。まあ、ヒルクライマー的にはね軽い方がいいだろうから、この脂肪が落ちた中で筋肉つけていけばちょっと強くなるかななんて思ってます。でまあね、本当に体力落ちたんでちょっとこうやって近所を歩くだけでもフラフラなんだけど、まあお金をかけずにね、幸いね、家に健康グッズいっぱいあります。セラバンドっていうか、ゴムチューブ。これで、まあ、肩周りの筋肉鍛えて、あとやっぱりクライマー筋必要なんで、どっかにぶら下がりたいんだけど、なかなか鉄棒なくってね、鉄棒欲しいんだよね。で、懸垂、プッシュアップ、腕立て伏せ、スクワット、スクワットはね、あれ、ケトルベルって言って、やかんみたいなね、12キロの重りがあるんですよ。それをね、持って、あれがあれば結構いろんなことできるな。で、ケトルベル使って、スクワットして、あとはね、やっぱり室内トレーニング用の自転車があるんで、まあそれで有酸素や、まあ股関節周りとか体幹とかは鍛えられるかな。まあ腰に負担かけないようになんで、またそこが難しいところなんですが、まあありとあらゆる健康グッズ揃ってるからね、ストレッチングポールもあるし、あとまあ体をほぐすようなやつもあるんで、筋膜リリース系のねやつとか、まあやればいいんだけどね、そのまま買って満足して使ってないっていうね、よくあるパターンなんで、まあせっかくだから、まあライズアップだとかに通うよりは、まあお金をかけずにね、せっかくやるっていうのが私の好きな生活なので、あるものでなんとか今測ってきたら54ぐらいまで回復してたかな。まあほとんど水分が出ただけで53だと思うんで、ね、昨日ちょっと豆腐食べたんだけど、ほとんど何も食べてないんでね、この4日間。まあほとんど丸とデキストリンを水で溶いて、まあ、スポーツドリンクで甘酒飲んだらもうそれも受け付けなくて、まあ、ほとんど糖分で生きてきた感じ。固形物なし。あ、ゼリーちょっと食べたけど、やっぱりそれもあんまり良くなかったな。まあ、そんな4日間なんで、それ痩せるわって感じでね。
ちょっと固形物取りたいと思います。はい、じゃあそんなわけでね、とりあえず体重の話、朝散歩、これで一回区切ろうかな。で、群馬に行かないんで今日明日休みになってしまったので、まあ何か病み上がり動画撮りたいと思います。はい、じゃあ今日もよろしく。ちょうどいい塩梅のがありました。懸垂できます。よかった、これいいな。なんかジム行かなくていいわ。近所にこんなのがあっていいです。すごい、こんなチンニング棒、チンニングマシンっていうのかな、買ったら高いから公園にあるとありがてえ資産だね。これも平行棒、大人用なんて書いてありますけど、まあ、これとこれのメニューだけで、これ胸鍛えられそうだしね。ディップスって言うんだっけ、これチンニングでね、あれなんかツイストするのに補助用のなんかついてて、あれは後ろに反るんだね。まあ確かにな、後ろに反るなんていうのもあんまりやらないからな。ただ私のうちはバランスボールがあるから、やろうと思えばできるので、やっぱりあの平行棒とチンニング懸垂だけでも、いや、ありがたいな。はい、そんなわけでトレーニング終了しました。